グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。126枚目の作品は葛飾北斎の百物語お岩さんです。では番組監修そして葛飾北斎研究家でもあります藤井先生のお話を伺いましょう。藤井です。夏の怖い絵北斎のお岩さんを選びましたが、あまり怖くはないですね。どこかユーモラスなお岩さんですね。四谷怪談のお岩さんは夫に毒を盛られて顔がただれて恐ろしい形相になってしまいますが、北斎はお岩さんを提灯にしてしまいましたね。これは百物語という揃い物シリーズものの一枚ですが、北斎の他の幽霊たちもみんな怖いというよりは愛嬌があるキャラクターになっていますね。でもこのシリーズは100揃ってないんだよって先生おっしゃってましたね。こんな楽しい怖い絵100枚全部見たかったな。そうですね、今は5点しか残っていません。でもまだこれから現れるのかもしれませんよ。これは富岳三十六景を描いた直後で、北斎が波に乗っていた70過ぎの作品ですから、もし新発見があれば楽しみですね。北斎はこれに限らず100と銘打った揃い物をいくつも考えていましたね。富岳百景、滝百景、名橋百景、農家百景、百馬百牛などがありますね。この中で実際に100描いたのは富岳百景だけのようでしたが、これらは発行することを予告しているんで、北斎は書こうとしていたんですよね。でもこの百物語っていうのは江戸時代に流行った怪談を語り合う会のことでしょ。ん？何ですかそれは。この百物語は江戸時代に庶民の間でとっても流行ったの。参加者が怪談を順番に語り合うんですけどね、100本のろうそくに火を灯して怖い話を一つ語り終えるたびに1本ずつ消していくんです。そして100本目最後のろうそくが消えると何かが現れる。やめてください安井先生、怖いから。今と違って江戸時代ですからね、ろうそくが全部消えたら真っ暗闇でしょ。お化け屋敷のように肝を冷やして暑い夏の夜を涼む遊びですね。まあ北斎の百物語はかなり面白く書いていますね。もしかしたら北斎は子供たちは怖がらないようにしたのかもしれませんね。北斎の絵には子供に対する優しさが感じられるんです。85歳を過ぎた頃の北斎は注文された絵を描かずに子供のための絵手本ばかり描いていたと娘のお栄が語っているんですね。仕事の依頼を無視してですか。北斎さんらしいエピソードですね。ということで今日はあまり怖くないお岩さんでした。では最後はクラシックソムリエの田中康さんから音楽のお話を伺いましょう。今日の音楽はサティのベクサシオンです。嫌がらせや尺の種という意味のベクサシオンは1分程度の曲を840回繰り返すという珍曲です。あまりの長さに演奏者は朦朧として幻覚を見ることもあるのだとか、まさに恨めしやではないでしょうか。